吉野さん、最後は思いの勝負ですよね。やっぱり精神力が最後の、まあ、決めるんじゃないですかうんやっぱね何を置いてもこれっていうふうにやっちゃったりするとそれがねやっぱ貫かれると思いますよまあ、どうやってもねあの競馬だけはやめられないとかいう人がいたら多分暮らしを壊してでも競馬を選択し続けると思うんですよで まあ、いわゆる昔のね会社人間みたいになっちゃったらもうどんなにつらかろうが「ああちょっと会社行ってくるわ」みたいな感じでね家族が止めても俺が行かなくちゃみたいな感じでちょっとねこうだから思いを強く持つ場面と、まあ、ちょっと力を抜いて肩の力を抜いていい場面と上手に使い分けていかないといけないなとただことお金を稼ぐこととか自由な時間 それをね、手にすることに関しましては、一切の妥協なく、お金と時間っていうのは勝ち取っていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。そもそもそのお金と時間のために私たちはいつも頭を痛めてるわけなんですよね。うん。なんかね、まあどんなに思いを込めても、お金や時間っていうのは、特にね、時間っていうのは、不可逆的なわけですよ。戻らないわけですよ。まあ、お金はね、何歩か頑張れば、 あの、失ったお金がまた戻ってくるってことはね、使っちゃったお金が戻ってくるってことはありますけども、でもやっぱりね、それにしても、時間にしても、お金にしても、思いが足らないと、そこそこの金額でもう、満足するしかないかなってことになっちゃうんじゃないかなと。うん。もちろん状況的に苦しい人とか、多数いらっしゃると思うんでね、簡単に割り切ることはできないんですけども、でも思いだけはね、負けてたまるか、と。絶対お金から、お金の苦しみから逃れて、 お金にに感謝できるるようにななんだみたいなねそういう思いってのはまあ大事なのかなと思いますけどね、うん、ちなみにさっきね唐揚げ屋行ってきたんですけど美味しかった、うん、あの唐揚げ専門店から丸っていうところ美味しかったもうねあれですよ4個でね500円ぐらいなんですけどもここでパックに入っててお店みたいな感じですよね、うん、美味しかったな本当に今お腹にズシッと来てますよいってらっしゃい